はい、和骨困ったさんいらっしゃい。楽しんでてください。声小さい。声どう？録音デバイス、録音レベル100、バランス100、 OK だね。はい、和骨、こんばんは。声でかいか。オッケー、大丈夫。こんばんは。楽しんでてください。はい、和骨、ハッチいらっしゃい。すいません、休みばっかりで。ちょっと体調崩してました。体調っていうかね、メンタルがね、あんまりよろしくなくて。会社も早退したりとかして、ちょっとお休みいただいてました。こんばんは、ひろみさん。のたわだつ、楽しんでて。ちょっとあんまり芳しくなかったですね。年末いろんなことがバタバタしてたからね、ダメだったんだと思う。ハートプレゼントありがとう。こんばんは。今日はね、アスク FM っていうアプリがあるんだけど、結構それにハマってて面白いなと思ってるアプリなんで、ちょっと紹介しようかなと思ってるんですけど。あ、ハートありがとう、ハッチ。このアスク FM っていうサイトは、ツイッターみたいな SNS のサイトなんだけれども、何が面白いかっていうのが、質問、Q&A サイトなんですよ。Q&A に特化していて、リスナーさんが匿名かもしくはアカウントで、紐付けて質問をすることができます。例えば、和道っていう人がどんな人なんだろうっていうのを、こう、アカウントをログインすると、今までの質問がずらーっと並んでるんだよ。で、その人の人となりみたいなのがすごいわかるのね。だから自分で疑問がある人は、その人に質問を投げかけることもできるし、おい、みさきちゃんはどつ？あとは質問を読んで楽しむことができるっていうアプリなんで、ぜひぜひ皆さん、AskFM、僕の、もしよかったら登録してください。質問がある人とか、和道に聞いてみたいことがあるっていう人はね、匿名でも質問できるんで、ぜひね、匿名でコメントしてもいいし、普通にやってください。あ、ブルさんこんばんは。ブルさん、このサムネやっぱいいっすよ。バカプレゼントありがとうございます。あ、みさきちゃんハートありがとうや。ブルさんやっぱね、顔がいいから、浅井さんの言ってたことわかる。天下掴む顔っていうか、セフォンはまだ解除してないっすね。解除っていうのは厳密に言うとないんだけど。で、このアスク FM で今まで来た質問っていうのが、一週間ずっと同じ色しか着られないとしたらどんな色がいいですかっていう質問とか、あとお金で買えない価値って何がありますかっていう、あとふわっちはどうっていう質問もありました。あとはですね、身長体重3サイズを教えてください、お願いしますっていう質問もありましたね。あと、彼女はいますかっていう質問。物心ついた時は何歳の時ですか？生まれて初めて最初の記憶は何ですか？食べ物にトラウマありますか？例えば、もともとは好きだったんだけど、こんなことがあって嫌いになった、などとか。結構ね、凝った質問が来てますね。ホームページに記載されている六本木ヒルズの最上階からホームレスの転落、そして生活保護へ。六本木ヒルズからホームレスまでの下りは YouTube でも見たことがないので、詳しく聞いてみたいです。配信で語ってくれてもいいですよって、そういう質問とかが来てますね。ぜひもし、質問がある方は、AskFM フォローしてください。アイテムありがとう、みんな。アイテムありがとう。風船10個ありがとう。これ考えた人結構頭いい人だなと思って。すごい面白いね。結構ね、他の生主の AskFM を見てハマったんですよ。あ、このサイトは面白いと思って。ありがとう、風船10個。ハートありがとう。ありがとう、みんな。
ハートありがとう。風邪ひいたかな。なんか肺がおかしい。アレルギーかな。アレルギー、なんかアレルギーあるようなことじゃなかったけど、なんかあったかな。おい、ゆりちゃん、こんばんは。楽しんでてください。なんかね、最近そのブログとかも書いてるんだけど、文章とやっぱ配信って全然違うなっていうのに結構改めて思ってますね。喋りってさ、その内容がなくてもぶっちゃけた話は面白く伝わったりとか、逆に内容が全くあるんだけど面白くないこととかいっぱいあるんだけど、なんて言うんだろう、文章だとその人柄みたいなものがなくて、もうほんと話の内容だけで勝負することになるから、結構ね、文章も面白いなって最近思ってるんだよね。なんかフラットにその人の内面だけを見てもらえるっていうか。リハーサルどうだった？緊張したね。結構打ち合わせ短かったんだけど、うん。まあテレビね、使われるかどうかわかんないけど、まだ撮影は10日だから、4日後ですね。撮影はまだなんだけど、面白かったですね、テレビ業界の人と話すのは。いい経験ができたなと思ってます。ハートプレゼントありがとう。ニコ生来たぞ、ニコ生来たぞ。ごめんなさい、よくわかんないです。ニコ生来たんですか。誰が。はい、新しいフォロワーさん紹介します。まさやんさん、フォローありがとう。緊張しないと思ってた。緊張する、緊張する、全然俺緊張する方ですね。うん。緊張は全然する方ですね。はい、こんばんは。カエルさんいらっしゃい、カエルさんいらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。ありがとう。パフェプレゼントありがとう。ありがとうございます。本日一発目の花火、ブルさんありがとう。よいしょ。いやー、よいしょ。ありがとうございます。花火ハートバージョンだね。これ特別な限定アイテムですね。これ普段の花火よりポイント高いんですよ、これ。なんか今、確か花火を10個セットで買うと、花火が2つつくのかな？うん、特別な花火ですね、これ。金梅さんの放送を見てて、ハート花火ありがとう。今買ってみたんだ。ありがとうございます。特別な花火ありがとう。ハッチありがとう。金梅さんの放送を見てて、ワドさんの、行ったこと本当なんだなって感心しました。レジェンド金梅はやるね。あー、まあ金梅さん昔すごかったよ。
金梅さんはマジですごかった。うん。昔の放送見たの？金梅さんの。まあガチで頭おかしいかんな、あの人は。キングオブレジェンドだよ。最近丸くなっちゃったけどね。ありがとうございます。今警察にいる？嘘。また捕まったの？何やったの金梅さん。また捕まったの？今度は何やったの？全然寝てたから全然気づかないわ。何やったん金梅さん。警察。名古屋のオブジェ、あーやらかしたんだまた。いや、金梅さんは名古屋に行くと頭おかしくなるって有名だから。金梅さんは有名。名古屋に行くとおかしくなるんだ。名古屋で結構神会起こしてるから。あ、そう。スマホで限定アイテムない？あるよ。購入できるんだよ、今。貸してごらん？来て。このね、プレゼントのマークいつも押すの。じゃあ購入よ、購入。こうすると、うん。で、10個、下の方行ってごらん。で、10個セットで買うと、これを買うと、確か、その、なんつうの、ハートプレゼント。まず、メニュー。ポッキーがない。ちょっと待って。ポッキーなくなったの。ちょっと貸してごらん。運営のお知らせを読むの。お知らせで運営から来てるでしょ、うん、ほら、ここに書いてあるでしょ。あ、ほんとだ。うん。金梅さん、名古屋のオブジェに登ったみたいですよ。うん。アホだよね。名古屋のオブジェに登る。てかほんといい加減さ、もうさ、やばくない？もういい加減多分ほんとにやられると思うよ。ほんと無所行きになるよ、金梅さん。まあその辺ギリギリ考えながらやってるんだけど、やってるんだろうけどさ。そんなの持たないよ。持たない持たない。ふわっちバン。どこでやるんだろう、じゃあ。どこで配信やるつもりなんだろう。ふわっちバン。あ、そうなんだ。バカだな。昔みたいに電車止めたら今だったら完全にアウトだろうな。そうっすね。今だったら完全アウトっすね。キャスで放送してた。ふわっち結構規則緩いから1日バンとかだから。どれくらいバンなんだろう。金梅さん。ちょっと気になるね。金梅さん大丈夫なのかな。元気だよな。うん、6時間前だ。書いてないね。何ヶ月版とか書いてないね。お花火ありがとう。買うところ間違えた。どうした？
嘘、もったいねえ。うん、ストッキングは面白かったですね。まあ俺はキチガイやってもいいと思うんだけど、キチガイやっていいラインっていうのは他人に絶対迷惑かかんないっていうところだから、自虐ネタっぽいやつだったら俺は賛成だね。うん、賛成。買うとこ間違えたみたいですね。カード普通の花火買っちゃったみたいです。うん、ありがとうございます。のんたん、ありがとう。金梅さんはあれだな、ストッキングで電車止めたあたりが本当に最高に神がかって面白かったな。来月の限定頑張ります。頑張ってください無事に帰ってこれるといいんだけど、どうだろうね。器物破損でもないし、何の名目で捕まったかによるよね。あと前科がついてるのか、前科じゃないや、執行猶予ついてるのか。うん、風船10個ありがとう、のんたん。弁当ついてたらやばいかんね。あ、そうそう、あのリスナーさんにご報告言うの忘れてました。あの弁当取れました、執行猶予取れました。はい、あの4年前の足かせが花火ありがとう。4年前の足かせがついに取れましたよ。もう二度と捕まりたくないね。いやー、一安心ですね。っていうか4年長かったわ。4年長かった。あー、美咲ちゃん花火ありがとう。4年は長かったよ、本当に。北斗の拳の T シャツ取れた、やっと。まあこれで多分普通に、よっぽど悪いことしない限りパクられることはないと思うけどね。ああ、ありがとう、のんたん。ありがとう。いやー、人生狂ったな、あれで。だいぶ遠回りしたよ。まあでもこの遠回りがなかったらさ、みんなと出会えてなかったからね。自分が生活保護になるなんて本当に思ってもいなかったよ。うん、生活保護なんで受けんの、稼げばいいじゃんぐらいにしか思ってたもん。よかった、エリカいらっしゃい。まあね、うん、バカプレゼントありがとう。本当に悪いことはね、しない方がいいっすよ。悪い友人と関わらない。悪い人と関わらないのもそうだし。うん、いいことなんか一つもないよ。ハートプレゼントありがとう。これで配信会、そうだね。配信会は盛り上げていきたいね。なんか俺がトップに立つとかそういうのはないけど、なんか配信会の一パーツとして盛り上げていきたいよね。配信全体をね。和道っていうコマもあるぞっていう。俺らには和道っていう切り札もあるぞっていう。うん。これでね、やっと正月を迎えられるよ。罪が洗い流されました。これ知ってた？みんな。あの裁判とか裁かれて罪って消えるんだよ。うん。花火ありがとう。てかさ、花火のスクワット痛い
やめていいっすか。やった方がいいかな。太ももがさ、もうバッキバキになってきてさ、ほんとケンシロウみたいになってきたんだよ。そうだよ、法律的に言うとダメ、わかった、続けるわ。法律的に言うと、あの、罪は消えるんですよ。日本人って罪と罰、法的な意味の罪と罰をよく理解してないんだよね。ただ痕跡は残るよ。それが前科ね。だ、前科は罰とか罪ではないんだよ。本来は、だから、刑務所で罪を償ったら、フラットにしないといけないはずなんだよ。前科で何かをすると差別になるんだよね。やった方がいいに決まってる？みんなド S だな。じゃあ、続けるわ。スクワットは続けます。償い。職務質問で前歴わかるん？あ、もうね、データベースに入ってるから、前歴と前科は、マイナンバーとかで紹介するじゃん。例えば警察署で、職務質問名前書いたり、電話番号聞かれたりするじゃん。そうすると警察のデータベースにすぐアクセスして、指名手配中とか、前科前歴全部出てくるよ。ムクさんこんばんは。全部出てくる。ハードプレゼントありがとう。簡単には消えないっていうか、一生消えないっすね。日本に住んでる限り。おー、ムクさん、花火ありがとう。ありがとうございます。一回、二回、三回、四回、五回。ノンタン花火ありがとう。2回、3回、4回、5回。ハッチ花火ありがとう。ちょっと待てよ。ちょっと待て。おかしいぞ。ちょっと待って。ちょっと待って。いや、体重重くなってんだよね、これで。3回。筋肉増えて。4回。5回。あれ？ノンタン花火した？ 1 回。ノンタンありがとう。2回。3回。4回。5回。ありがとうございます。はぁ、あ。あ、ハチ花火ありがとう。よいしょ。一回、二回、三回、四回、五回。ありがとうございます。よいしょ。久々にワドにできる。ノンタンお腹減った？まあ大丈夫、え？いや、保温できないからさ。ハチ花火ありがとう。よいしょ。一回、二回、三回、四回、五回。ありがとうございます。ノンタン可愛いんだよな。
のんたん可愛くない？のんたんめっちゃ可愛くない？ワイリーはどつ？久しぶりじゃない？ワイリー、ハッチありがとう。花火、しかもさ、1回あんまり聞かなくなってきたんだよね。2回、3回、4回、多分ね300回くらいじゃないと聞かないよ。5回、ありがとうございます。のんたん可愛いんだよな。付き合いたてだからそう思ってんのかな。ハッチありがとう。1回、2回、3回、4回、5回、ありがとう。よいしょ。付き合いたてだからのんたんのことかわいい。ハート花火ありがとう。ハート花火ありがとう。よいしょ。1回、2回、3回、4回、5回、ありがとうございます。花火たくさんだね。ありがとう、みんな、みんなありがとう。あとでストレッチしないと。あは。変態だから。音楽いいですね。動物の森みたい。これね、フリーソフトですね。誰でも使っていい。商売にも使っていい。フリーミュージックで。はじめ社長が使ってるみたいですよ。うん、ロマリーナさんいらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。やっぱ音楽あった方がね、雑談はいいよね。だから喋るときに邪魔になる音楽と邪魔にならない音楽ってあるんだよ、やっぱり。で、これは結構喋りやすいかな。ハートプレゼントありがとう。あ、本当に？ロマニ、リナさんありがとう。風船10個ありがとう。カメラの向きはスクワット用に変えたね。うん、今元に戻したけど。体調悪いなぁ。なんか、あれっすね、言葉が出てこないっすね、今日ね。どうしよう、調子悪いなぁ。
なんか一回ね、配信から2日3日離れちゃうとね、ペースが崩れるんだよね、やっぱり。アスリートとかもよく言うじゃん。2日3日休むと、なんか、調子が悪くなるっていう。配信にもあるんですよ、そういうのが。なんかね、ペースが狂うっていうか、乱れるんだよね。こんばんは。お、カニパンいらっしゃい。うん。いや、緊張じゃなくて、なんか頭がその配信モードにならないっていうか、配信用のスイッチがあるんだけど、そこが作動してない感じがするね。うん。うん。なんか、しばらくさ、うつ病になってなかったから、おかしいなとは思ってたんだよ。でもなんかね、最近ドッときた。初見さんいらっしゃい、緑ママさん。ハートありがとう。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。初見さんなのに、ハートありがとうね。和道と言います。楽しんでってください。ハートプレゼントありがとう。喋ってる方が良かった。いやいやいや、全然、花火もらえるのは嬉しいんだけど、なんかこう、なんて言えばいいんだろうな。なんだろう。その、もう本当にライフワークなわけよ。朝ごはんと一緒だし、なんだろう。本当空気を吸うがごとく配信をやってたから、配信をやってないってよっぽど調子悪い時なんだよ。よっぽど。で、配信枠やりたいと思ってたんだけど、体が追いついていかなくて、やっぱリハビリっていうか、うん、スランプではないけど、これがハマるとスランプになるんだけど。うん。今日はちょっとリスナーさんのコメントに頼るかもしんないわ。うん。ちょっと今日、調子悪いわ。申し訳ないんだけど。花火ありがとう。花火ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろうな。今日ちょっとまったびでもいい？まったびでもいい？申し訳ないんだけど。すれ流し。あ、全然いいよ、全然いいよ。そんな、気にしないで。うん。嬉しいっすよ。うん、今日まったびだな。なんかちょっと違うね。ダイエットじゃなくて、俺は、花火一発につきスクワット5回やるっていう枠なんですよ、ここは。うん、まったりでいい？ありがとう。BGM まったり用に変えよう。構わない。ああ、悪いね。まあね、毎日365日でやってるから当たり枠、外れ枠は出るよな。なんか、なんて言えばいいんだろうな。こう自分は、トップレベル、トップギアに持ってきたいわけよ。心の中では。常にあるの。自分の理想の配信みたいなのが。理想のトークって言ったらいいか。理想のあり方みたいなのがあって。で、追いつかないと、すごいやっぱ減らるんですよ。自分が出せるマックスのパフォーマンスっていうのは、自分の中で分かってて。で、明らかにそれが劣ってるわけよ。で、そういう時っていうのは、理想と現実が離れてるから、やっぱ、こう、減らったりするのね。それが長く続くとスランプになるし、ダメになる。で、ここを、もうふわっと来てからずっと心がけてるのが、この理想の現実を捨てたの。これがあるから減らるから、もうとにかく今の自分をマックスにまで上げるっていうか、今の自分をどんどんレベルアップさせて、この自分をちゃんと見つめるっていう、リアルな自分を見つめて、これを底上げするようにすると、結構良くなるっていうのに気がついて、理想の自分は幻想だっていうのを気がついたかな。新しいフォロワーさん紹介します。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、緑ママさんフォローありがとう。腹筋パターンないですね。腹筋パターンないです。なんか、結構ね、ありのままの自分をちゃんと捉えるって大事なんだよね。そう。iPhone で話しかけるアプリ羨ましい。Siri だね、Siri。のんたん Siri にハマってるんだよ。関明夫の番組一緒に見てたら、なんかのんたんがすごいテンション上がって、ずーっと俺の iPhone で Siri で遊んでるんだよね。
シリ面白いよね。あれは人工知能なんだっけ。人工知能と人工無能っていうのがあるんだけど、あれはちゃんと、あの、人工知能の方なんだよね。人工無能っていうのは、あの、会話はできるんだけど、用意されたものをちゃんと喋るっていうのが人工無能の方なの。要はテンプレメールみたいなのを流すっていう。だからそれのバリエーションが多かったら、あ、こいつ人がいるんじゃないかと思うぞ。でも人工知能の方はちゃんと考えるんだよ、向こう側が。面白い質問ないシリ。シリで面白い質問は、なんだろう。歌ってみてって言うと、あの、歌ってって言うと、なんか、いろはにほへとちりぬるをとか、なんか歌ってくれるんだよ。なんか、古今和歌集みたいな和歌を歌うんだよ。あと、なんだろう。あと、口説くと面白いよ。結婚してとか、愛してるよとか、好きだよとか何回も言うと面白いね。うん。すいません、みたいな。ごめんなさい、みたいな。なんか、やたら、その、なんつうの、断ってくる。うん、意外とシリは塩対応だから、うん。結構、Google とかで調べる出てくるよ。なんかシリに面白い質問とか。なんか、あと、アメリカにこれ実際あった事件なんだけど、あの、友人を殺したやつがいたんだよ、アメリカで。殺人事件を起こしちゃって、死体の埋める場所をシリに聞いたの。なんか、友人、絶対に見つからない場所、埋めるって検索したら、シリが答えちゃって、3箇所ぐらい、ここに埋めたら絶対に見つかりませんよっていうポイントを教えちゃったの。で、実際にその、殺したやつはそこに埋めたんだよ。そう。で、別件で逮捕されて、その、なんか、殺人事件も犯したっていうのが別件でこう、事情聴取の中に出てきて、お前どこに埋めたんだって言ったら、シリが教えてくれたって言って。で、シリが、シリに同じ質問をして、そこの場所、アップルに問い合わせて、で、そこに行ったら本当に死体埋めてたっていう、有名な事件があるね。うん。だから、昔は結構その、なんつうの、規制をなく、本当に人工知能フル活用でやってたから、シリが何でも教えてくれてたんだよ。フィルターがかかってなかったから。今はその機能なくなったけどね、さすがに。犯罪を助長するのとかは。いや、やっぱね、iPhone はいいですよ。うん。アップル製品はいいよ。使ってみるとわかるよ。うん。前からおすすめしてたじゃん、俺。パソコンもアップルがいいし、あの、スマホも iPhone がいいって。昔、理想にしてた40より、今の40の方がレベル上。あー、すごいっすね。超えたんだ。今の話面白かったんで、ちょっと広げようと思うんですけど、あの、シリは女神じゃない。アイリスっていう女神だね。シリを逆から読むとアイリスって読めるんだけど、アイリスっていうのは、あの、色彩のなんか目のね、なんかこう、虹みたいなやつなのかな。で、虹の女神のことアイリスって言うんだけど、そっから来てるって言われてるね、シリは。変な話なんだけど、俺32歳のビジョンであったの、ガキの頃。あの、その、多分まんまになってるね。理想通りの自分になってるね。あのね、一番苦しかったのは、あの、14歳ぐらいの頃かな。本当に理想の自分。理想の自分というのは内面のことを言うんだけど、内面がすごい離れてたの。もう自分が望んでるように自分のことをコントロールしたり振る舞ったりできなくて。でも今は割かし結構好きかな。うん、俺、あんまり外的な要素に魅力を感じないの。あの、自分がコントロールできないものには。ゾルタクス・ゼイヤーはもうダメになっちゃいましたね。それはもうフィクションですよ、みたいにしか答えなくなった。ゾルタクス・ゼイヤー、あれはね、でもね、ゾルタクス・ゼイヤーに関しては、あれは、俺はテレビ局と提携して作った造語だと思ってる。明らかにおかしかったもん、急に出てきた単語で。昔から言われてる都市伝説じゃなかったから。トモさんパフェありがとう。俺はそう思ってますね。うん。あれは明らかにテレ東が作った単語ですね。うん。あれはまあフィクションだろうね。パフェありがとうね、トモさん。嬉しいです。うん。だから多分、テレビ局のその視聴率と携帯電話の連動性みたいなのをお互いテストマーケティングやったんだと思ってる。そしたらさ、あの、テレビ局の影響力っていうのがどれくらいあるのかっていうのがスマホでデータ化できるじゃん。
あれは頭いい。社会実験って言うんだけど、そういうジャンル。結構いろんな社会実験があって、例えば俺がみんなにカミングアウトがあるって言って、俺ってエイズなんだよって言って、それがバズでどれくらい広がるか。ツイッターとかで計測するんだけど、なんていうのかな。ツイッターでワード、エイズとか。そうすると俺の社会的地位も分析できるし、一人の人間が、その、社会的に、その、叩かれてるワードとかで、いろんな計測ができるの。で、実際にその社会学者の宮台真司っていう人がそれをやったのね。うん、俺実はエイズなんだって言って、どれくらい広まるのかっていうのを計測したんだよ。社会学者とかよくやるよ、そういうこと。そういう研究をすると、嘘の広まり方とか、そういうのが計測できるの。今40代なんだ、ブルさん。うん。でも、これね、結構前から話そうと思ってたんだけど、なんか、特にネット依存してる人とかに、これを伝えたいことがあって、インターネットって、その、華やかな未来があると思ってるけど、もうみんなわかってると思うけど、ないよ。うん。これ覚えておいた方がいいよ。インターネットが楽しかったのは、あれは新しいものに触れたから楽しかっただけなんだよ。インターネットが輝かしい未来を作るとか、インターネットがリアルを超えるとかないよ。うん、あくまで人間が楽しいと思うものって人間と人間の出会いなんだよ。だからリアルを超えることはないよ。仮想現実がバーチャルがリアルを超えることはない。うん。それはいろんな人が気づいてるはずなの。インターネットここ15年ぐらいの動きを見て、最初の頃だけだったでしょ、楽しかったの。で、つまるところ面白い人に人が集まって、つまらない人間には人が集まらないじゃん。だからどん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 虚しくなっていくだけなんだよ。だから、インターネットでの出会いってあると思うの。俺とノンタンみたいに。だけど、リアルの方を大切にした方がいいよ。うん。これは、小説でも漫画でも、映画でも全く同じだから。映画とかって美しいと思ったり、漫画とかって美しいと思ってるかもしれないし、奇想天外だと思ってるかもしれないけど、人が作ったものっていうのは、絶対元ネタがあるのね。だから事実は小説より奇なりっていう言葉があるんだけど、もし、少しでもリアルがあるんだったら、リアルを絶対大事にした方がいいと思う、俺は。うん。仕事であったり、仲間であったり、恋人であったり、家族であったり。うん。そのね、なんかぬくもりとかね、体感みたいなものってね、やっぱね、ネットって、音と映像だけなんだよ。視覚やと、言語や、うん、聴覚やか。要は、目と耳でしか対応してないの。だけど俺には、確かなこの肌触りがあるし、匂いがあるし、味があるわけよ。これを感じられないんだよ。そう。で、なんでこういう風にできたのかっていうのは、まず人間の脳みそってすごい面白くて、視覚情報が6割って言われてんの。ほぼ目で判断してるのね。で、次に音なんですよ。そう。目と音さえ網羅すると、8割型の情報量っていうのが抑えることにできるの。だけど、そこにはぬくもりがないんだよ。あ、VR ね。VR もそうでしょ。VR も視覚情報と音でしょ。うん。だけどね、もっと大切なリアルっていうのは五感で感じる何かなんだよ。うん。そう。視覚やとか、聴覚や。だから、俺はこれゲームで言ってるんだけど、昔、俺ゲーム面白かったんだよ。ポリゴンだったんだけど、全然リアリティなかったのに泣いたり、笑ったりできたの。なんでかっていうと、そこに多分友達がいたんだよ。友達と語り合った思い出とかが、ゲームにくっついてるの。だから、リアリティがなくても俺らにとってはリアルだったんだよ、ゲームが。友達とのコミュニケーションツールだったの。でも、どんだけ、実写みたいにどんどんビジュアルが良くなって、音が良くなってもさ、どんどん感動できなくなってるでしょ。すげーで終わっちゃってるんだよ。
それなんでかっていうと、ゲームにばっかり没頭してて、多分ね、周りとの共感性みたいなのがどんどんなくなってるから、どん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 ね、リアリティがなくなっていくためのツールになっちゃってんだと思う。これがね、俺の、その、なんかバーチャルとリアルのね、考え方なんだよ。うん。現実を大事にした方がいいと思う。うん。新しいフォロワーさん紹介します。ゆきさん、フォローありがとう。実は、その、ゲームよりもね、映画とかよりもね、本当に嘘みたいにドラマチックなことっていっぱい起こるんだよ。現実って。うん。だからね、それをね、話したらダメだよ。うん。ドラクエのエンディングで泣いた?うん。そう。そこに勝るものはないんだよ。だからなんか、その、なんだろう。なんか偶像崇拝はダメなんだよ、やっぱり。難しく言うとさ。意もしないものを信仰したりとか、アイドルって偶像って意味なんだけど、アイドルにさ、貢ぐっていうか、アイドルを恋人みたいにしてる人っていっぱいいるじゃん。疑似恋愛してる人って。でも、そんなのよりもね、身近にいるね、なんか彼女とかね、女の人とかを大事にするやつがやっぱ幸せになると思うよ。うん。そう。だから、最近は恋愛しない若者が増えてるんだと思うけど。うん。俺は、恋愛をもっとしろって言いたいの。恋愛しないやつって、だからね、変に賢くなってんだよ。最近の若者って。いや、めんどくさいじゃん。いや、女って誰じゃん。結局、要は、生身の女は、なんだろう、可愛くないじゃんって。汚いじゃんって。いや、それでいいんだよって。お前が、思ってる二次元の女の子、お前が可愛いと思ってる女の子は、おっさんが作ってるんだよ。あれは、童貞のおっさんが、モテないから苦肉の策で生み出した幻想なの。だから、お前が愛してる女の子っていうのは、あれおっさんが作ったんだよ。AKB 好きだって言ってんの、あれは秋元康を愛してるって言ってんのと一緒なのよ、俺からすると。だから、そんなことをしてる暇があったら、うん、恋愛、そう。要は賢く見えてるけど、恋愛っていうのは、めんどくさいことであったりとか、汚いものに気づくことでもあるんだよ。でも、その奥に、その一歩奥にあるんだよ。本物が。うん。要はアイドル可愛いなを超えるものがあるんだよ。うん。めんどくさいからこそ。喜怒哀楽が心から出るときはリアル。そうそう。そういうこと。そういうこと。要は、俺らっていうのはなんで感情があるのかっていう。感情ってさ、理性よりも劣ってる感情、感覚だと思ってる人多いんだけど、感情ってすごいんだよ、やっぱり。むしろ、頭のいい人とかって、自分の感情とうまく向き合ってるんだよ。これをコントロール。だってさ、冷静に考えて、人類が、ギアスいらっしゃい。人類が知性を手に入れたのってここ数千年なんだよ。それまでの膨大な何億年っていう時間をさ、俺らは、なんだろう、動物で過ごしてきたわけ。俺らの中にも確実に、生殖反応とか食欲とか空気を吸うとか。これって古代から学んできたものっていうか生命反応でしょ。これを捨てることなんかできないんだよ。脳みそだけコンピューターにサーバーデータ移すなんてできないんだよ。できるよ。だけど進化しないんだよ、そいつは。そこで止まってるの。時間が止まっちゃうの。それが永遠なんだよ。永遠って怖くてよくさ、永遠って素晴らしいことだと思ってるでしょ、みんな。永遠って怖いんだよ。永遠って怖い。死ぬのは怖いよ、俺らは。俺らは死ぬのは怖いんだけど、でもね、100年生きました。もう100年生きられる。好きなことできる。やったって。ね ?200 年生きました。じゃあもう100年生きれる。300年生きました。あ、やりたいことできるって。それを、10回繰り返してごらん。300年を10回繰り返してごらん。100回繰り返してごらん。1万回繰り返してごらん。100億回繰り返してごらん。1兆回繰り返してごらん。それでもまだ終わってないよって。怖くない?実は人間とか生命って素晴らしいシステムで、
死っていうのは救いなんだよ、本当は。だから今生きてる時間を大事にしようと考えるの。今やるべきことをやんないとって、で次に託さないとって、これが生命の業なのよ。これからは抗えないの、これに逆らうことはできないの。永遠の命なんて素敵でも何でもないんだよ。ただ生かされてるだけなの、それは。それで機械と一緒でしょ。それを言ってたのはメーテルと鉄郎なんだよ。なんで学ばないんだよ、松本零士から。鉄郎は機械の体手に入れたいっつって機械の体拒んだじゃん、結局。あれはバーチャルとリアルの話もすごい繋がってると思うの、俺は。だから鉄郎っていうのはさ、銀河鉄道39の感動するのってそこに揺れるさ、鉄郎の心じゃん。二十歳過ぎたぐらいの体ならずっと生きていたい。いや、いや、いや、そんなことないと思うよ。それは考えてないからなんだよ。もっと、もっとリアルに寝てる時にこれを何回繰り返す、これを何回繰り返すって絶望しかないよ。絶望しかない。怖いよ。で、もっと言うなら全人類、理想の体で生まれてないからね。この世の中っていうのは言っちゃいけないことなんだけど、これは。あ、だから平等と差別について教えてあげるよ。この世の中っていうのは矛盾してるの。この世の中っていうのは平等じゃないの。わかる？生まれながらにしてもう差別が始まってるのよ。だからこそ、平等にしようって言ってんだよ。それが尊いんだよ。世の中差別があるじゃんって頭よくカッコつけてる言ってるやつはダメ。そんなのみんなわかってるから。だからこそ平等に、少しでもハンデをなくそう、ハンディキャップをねつけようって、みんな平等なスタートラインにしようって言って頑張ってるのよ。そうでしょ、これがいかに素晴らしいことか。だからこの精神なくしたら終わるよ、本当に。人間じゃないよ、それは。要は他人の痛みがわからないってことだから、これは。生まれ持って頭いい人、悪い人、運動神経高い人、お金持ってる人、いろんな人がいるの。だけど、ね、だけれども、ね、もう本当にひどい環境とかもあるけれども、だから助け合いが必要なんだよ。元子みたいになりたいの。あれはすごい面白い。俺は広角機動隊のゴーストインザシェルを見た時に思ったのが、あ、わかったって。これはコンピューターのウイルスに恋した女の子の話だって。だからあれセックスするんだよ、簡単に言うと。だから自我を崩壊させるでしょ。で、融合して新しい生命体になるでしょ。だからあれは結ばれた話なんだよね。コンピューターのウイルスと、要は、その、体を持ってない、要はバーチャルの、なんか脳ってバーチャルだから、要は脳の中の伝達物質しか持ってない女の子と恋をした話なんだよ、それが。それが結ばれた話なんだよ。イノセンスっていうのはそれに取り残された男の話なんだよ。あれは恋愛モードよ、広角機動隊は。そう。要は、その、なんだろう。似た者同士がくっついたって話だよね。突然変異的に生まれた、そう、サーバー上で突然的に発生した生命体を名乗る、その、人形使いっていう。ノンタン脳みそになるの。わかんないけど。そう。人形使いっていうのは、だから、その、この世が生み出した新しい概念の生命体を自ら名乗るのよ。要は、人工知能ではなくて、全部のサーバーから特異的に発生した。要は人為的に作られたものじゃなくて、ウイルスじゃなくて、パンって生まれちゃったもん。だから私はその生命体だと。だけど体も持ってないわけじゃん。で、存在もないわけよ。だから空にすごい近い概念の人形使いって。要はあるのかないのかっていうのが同時に内包してる存在なの。で、元子っていうのは生まれた時から飛行機の墜落事故で脳みそだけになってると。で、自分の体は全身擬態で脳だけがオリジナルって言ってるけど、自分の脳を確認することができないじゃん。自分の脳みそ見るってできないのよ。目を持ってないから。耳を持ってないから。で、データとか裏付けとかいっぱいもらえるわけよ。要は、そのコンピューターでこうやって録画したのを見せるよ。ほら、開けてるでしょ。君の体でしょって言われても、自分だっていう確信がないわけよ。それってだって作られたギミックの映像かもしれないわけよ。フェイクな可能性があるわけよ。元子は頭いいからそれに気づいちゃう。つまり、自分がコンピューターウイルスなんじゃないかっていう、そのコンプレックスを抱えてんの。
これが、その、スタンドアローンコンプレックスってよく出てくるけど、独立した、その、個としてのコンプレックスは必ず残るよっていう。そう。スタンドアローンコンプレックスってよく出てくるでしょ。広角機動隊。要は、情報が並列化されていけばされていくほど、要はみんなの世界とか社会が繋がっていくほど、個が独立した、その、コンプレックスを抱えると。これが強くなっていくと。そう。だから、元子は、その、人形使いに惹かれていく。人形使いも元子を選ぶ。パプリカはね、ちょっと違うね。うん。うん、うん。綾波レイはまた別だよ。綾波レイっていうのは、あれは、大日と、要は人類の母の魂を持ってるの。で、肉体っていうのは、綾波優衣だから。碇優衣だから。お母さんの肉体を授けられた、実は人類の祖先なの。だから、女神として書かれてんの、綾波レイは。だから死ぬとき必ず、レイが降臨するのよ。人類の母だから、彼女が。まあ、それを呼び起こしたのが、碇優衣なんだけどね。だから、広角機動隊の原作読んでない人多いと思うんだけど、元子って副業何やってるか知ってる？アニメ版とかさ、みんな、テレビ版とかリメイクばっかり見てるから、獅童正宗がいかに天才かっていうの分かってないんだよ。元子の副業って知ってる？みんな、広角機動隊に書かれてない話。知ってる人いる？この中に。元子って副業やってるんだけど、知ってる？誰か。ちゃんと読んでる原作。広角機動隊面白いよ。単行本2巻出てるんだけど、すごい情報量な。副業は売春婦なの、うん。だから生きてる実感とか体がないから、だからセックスを売ってるの。うん、草薙元子は売春婦っていうか、売春婦とはちょっと違うんだけど、要は女の子たち、レズビアンたちを集めて、脳を繋いで、その脳内セックスをずっとしてんの。っていう売春宿みたいなのをやってんの。違法なんだけど。うん。だからどちらかっていうと、押井守の作品はそのエロ要素を取ってるよね。そうだよ。でも、面白くて、その、セックスっていうのに飢えてるのが書かれてるよね。要は、性の実感がないわけだから、だから、その、セックスを売るんだっていう。まあ、現代の、その、体を売っちゃう女の子にすごい近いと思うよ。感覚としては。生きてる実感が欲しいから、彼女たちは、多分、その、セックスをするんだと思うよ。うん。なんでかっていうと、セックスって一番真に近い感覚だから。生きてるものと対極にあるんだよ、実は。セックスって。うん。セックスって、自我を一回崩壊させる作業じゃん。動物に戻る作業でしょ。死にすごい近づくんだよ。小さい死っていう意味がある。セックスには。だから、宗教では死んでもいいと思う人とだけセックスしなさいって教えるの。人間の体って面白くて、そういう人とじゃないと、本当に、その、多幸感が出るようにできてない。できてるの。そういう、この人とだったら死んでもいいなって思う人とセックスをすると、実るようにできてる。だから、その、倫理観で教えてるわけじゃないのよ。頭で考えて言ってるんじゃないの、そう。この人と生きていきたい。この人と一緒に死ねるっていう人をセックスしなさいっていうのは。そう。あなたがそれが幸せになりますよっていうことを説いてるの。そうだよ。だから女の人って不思議と誰から教わってもいないのに、行くっていうでしょ。で、行くっていうのは歩いて行くっていう字じゃないのよ。あの世に行くっていう字を書くの。うん。でしょ？行くって、あの世に行くでしょ。うん、で、アメリカ圏だと、カモンカモンって言うんだけど、日本人はあの世に行くっていう考え方、死生観なんだけど、死ぬ時の考え方はあの世に行くっていうから行くって言うんだけど、アメリカ人はカモンって言うんだけど、アメリカは死ぬっていうのは神様が迎えに来るっていう概念の。だから死ぬっていうとイコール神様が来るからカモンカモンとか言うの。うん。だから行く時カムカムって言うんだけど、実は人類学で、いろんな言葉を調べた人がいて、セックスのオーガズム。
みんな同じこと言うんだよ。うん、だから実は死とすごい密接な関係があるっていうのは研究されてるね、心理学とかで。だからそれを体験しないで行くっていうのは、花火ありがとう、うん、花火ありがとうございます。だからね、それを体験しないっていうのはもったいないよね、うん、それはさ、あの体験からしか学べないから。そう、俺がいくら言ったって分かんないんだよ。心で感じるもんでしょ。あ、この人と一緒に死んでもいいかなって。この人と一緒に、だからこの人と死ねるっていう、クワットさん、クワットさんいらっしゃい。でもそれはブッダが解いてるよね、うん、あのこの人とだったら死んでもいいな、この人とだったら死ねるっていうことは、この人と一緒に生きていけるってことだから、イコールでしょ。すっごい矛盾してるんだよ。この人のためなら死ねるっていうのは、この人と一緒に一生生きていけるっていうこととイコールなんだよ、これ。だから日本人って矛盾をバカにしすぎなんだよ。矛盾してること、ことの中にすごい美しいものがあったりするの。理路整然としてないんじゃん、この宇宙っていうのは。1たす1は2じゃないんだよ、この宇宙って。1たす1は2って教わってるだけで、本当の物理的に言うと、1たす1は2じゃないの。そんなことありえないの。うん。それを踏まえた上で、便宜上を分かりやすく、ね、するために、1たす1は2って教えてるだけなの。花火ありがとう。っていうかね、これはね、もっと、あの、大人が教えないといけないことだと思ってる、俺は。子供たちに。でも、バブルの頃の、ね、団塊の世代の後とか、バブルの頃っていうのは、もう分かんなくなっちゃったんだよ、これが。だから、オウム真理教とかが流行ったんだよ。本当は大人が体験して、どん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 子供に伝えていくもんなんだよ。だから、俺は、傷ついてもいいから、セックスしろって言ってんの。うん。傷つくのが当たり前だから人を愛せって言ってるの、うん、絶対傷つくから。そう思わない？絶対傷つくよ、絶対傷つくよ、うん、だって恋愛って分かり合えないことを知る作業なんだもん、うん、花火ありがとう、うん、アドは現代のブッダになろうとしてるな。ああ、ブッダになろうとしてるよ。ただ、間違っちゃいけないのは、教祖になろうとしてないから。うん。それが本当の悟りでしょ？どんな人でも仏様になれますよって。どんな人でも仏様になれるのがブッダの教えだから。だから俺はブッダになりたいの。信者になるんじゃないんだよ。みんながブッダにならないといけないんだよ。うん。みんなが。そしたら戦争起こらないんだよ。でしょ？世界を変えようとするのがイスラム教、キリスト教なの。仏教というのは自分だけなの。うん、全部の仏教がそう。仏教の本質的なところはそこ。創価学会だろうが、真言宗だろうが、浄土真宗であろうが、どこでも一緒。基本的には、自分の内面の心が変わったら世界が変わるっていうのをブッダはずっと言ってんの。理想教みたいなものは存在しないと、うん、キリスト教のすごいところとか、その西洋系のすごいところっていうのは世界を実際変えてきたのよ。だから文化が発展してきたの。でも仏教国って文化発展しないんだよ。そう、自然と寄り添って生きてきてるでしょ。だから後進国なの。お金稼ぎも苦手なの。だけど幸せそうでしょ、チベットの女の子とか。うん、仏教国いっぱいあるけど、自然と調和してるんだよ、うん、そう。自分が変わったら、そこにある美しいものが見えるんだよ、うん、だから本当の仏
教を知ってる人は、本教の仏教を信仰してた国っていうのは戦争を起こした試しがないのよ。仏教徒が攻めてきたぞーとか聞かないでしょ。聞かないでしょ。仏教国が武器持ってくるぞーとか聞いたことないでしょ。ある?世界史で習ったことないはずなんだよ。まあでも日本でも多々あるんだけど、本当はあるんだけど、でもそれは間違った仏教の教えを教えてる国だね。だから仏教イコール輪廻転生はもうやめてほしいんだよね。坊さんいい加減にしろよっていう。ほんと。生倉坊主どもほんといい加減にしてほしいわ。うん、お前ら何を学んできたんだっていうさ。うん、輪廻なんかあるわけねえじゃん。本当はあるんだよ。もうここは難しいところなんだけど、仏教のね。本当は生まれ変わりもあるし、生まれ変わりもないの。矛盾でしょ?でもこれ、俺は両方とも理解できるのよ。これ両方とも正しいの。うん。だけど、あるっていう前提はダメなのよ。本当はないとも言えるし、本当の意味であるとも言えんの。だけど、本当の意味のあるを伝えないとダメなのよ。死んだら生まれ変わると思ってるでしょ?違うんだよ。うん。そう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 、そういうことなんだよ。うん。要は、空から見た時の生まれ変わりはあるの。すべてが移ろいでいくから。うん。宇宙現象の中の一部なんだよ。だけど、自我ってものは引き継がれないよっていうことを伝えないといけないの。だから、みんなが思ってるような生まれ変わりはないんだよ。うん。ただ、みんなの体とか痕跡とかは、この宇宙とかに残るの。確実に。みんながやってきたこととか、少しだけど、俺らは宇宙の一部なんだよ。だから神の一部なんだよ、簡単に言うと。キリスト教的な意味の神ね。そう。だから、そういう意味では輪廻はあるんだよ。だけど、本当は生まれ変わるんだけど、でもそれただのものじゃんって言われたらそうだよって。それを美しいと思うかどうなのかなんだよね。そうだよ。だって、俺らがさ、なんだろうな、例えば水を飲むっていうことはそういうことじゃん。水が必要だったのは水の生命体だったからじゃん。だけどそれ生まれ変わりでも何でもないって科学的に言っちゃったらおしまいじゃん。でもブッダはだからすごい科学的なアプローチで言ってたんだよね、ずっと。うん。だから最近の西洋哲学とかがさ、やっと仏教に追いついてきたって言われてるし。そう。機械を持ってなくて自分の思考だけでそれを解明していったのが仏教だからね。だから仏教って頭が悪い宗教じゃなくて、めちゃめちゃインテリの学問だから、舐めたらいかんぜよだよ。本当に。うん。もっと、なんだろう、ブッダの言葉に耳を傾けてほしいよ。3000年前の人の教えが未だに語り継がれてんだよ。ありえなくない?それがブッダの言う輪廻なんだよ。ブッダはまだ生きてるんだよ。ありえないんだよ、こんなことって。みんなが、例えば、みんなそれぞれここに自我があるけれども、みんなが唱えたことって3000年後に唱えられてると思う?思わないでしょ?だからブッダは今も生きてるって、輪廻してるっていうのはそういうことなの。ブッダが言ったことってそういうことなの。本当に正しい教えだったら、ずっと引き継がれるよって。そう、みんなの心の中にずっと宿り続けるよって。だから嘘を言ってないっていう、うん、それをダルマって言うんだけど、法って書くんだけど、それが本当の意味の法律の法なの、ダルマ、うん、だから仏教の教えてブッダの教えじゃないんだよ。ダルマを教えてるの。ダルマを発見した人がブッダなの、うん、この世の中にある普遍的な法則を追求した人なんだよ、ブッダって。ブッダが考えた考えを言ってないの。それを発見しただけだ、俺はって。うん、坊さんがそこまで考えてるかっていうと、まあ、やつは。まあ、考えてる坊さんもいると思うよ。考えてる坊さんも間違いなくいると思うけど、うん、考えてない坊さんの方が多いわな。家業になっちゃってるから。どうやってその引き継いでいくかとか。まあそれはさ、ほら、まあそれはいろんなところで話してるんだけど、プライベートで。
のんたんにも話したけど、家柄、要は家柄のいいところってさ、みんなも知ってると思うけど、知り合いのお金持ちとか地主とか、引き継がれてる家系ってあるでしょ、武士の家系とか地主とか、絶対寺と紐づいてるから、絶対神道とか寺と紐づいてんの。これ何かっていうと、スポンサーなのね。要は税金対策であったりとか、その宗教法人ってそういうのにやってたから、税金対策してくれたりとか、要はなんつうんだろう、共栄共存をしてたのよ寺と。だからそういうシステムになっちゃったの、もう寺って。もともと戸籍を管理してた役所に近いんだよね。だからもともとは明治以前、戸籍登録してたのは寺だし、だから村八部って言って村から追い出されるっていうのを具体的な意味って、所属してる寺から戸籍を外されることを村八部って言うんだよ。知らなかったでしょ。だから寺ってそれくらい巨大な権力を持ってたのね。あとまあ知識も持ってたから学校でもあったわけよ、寺小屋って言って。学校でもあり、戸籍登録所でもあり、みんなの相談所でもあったのよ。なんだか分かんなくなっちゃったよね、宗教をバカにしすぎて。精神科医じゃ無理ですよ。そうだよ、ヒデさんいらっしゃい。心の病気を扱うところってお寺だったんだよ。だから寺で修行させたりしたでしょ、ヤンキーとかいたら、やんちゃなガキとかいたら坊さんのところを預けたよ。だから本当の寺は作りてえよな。あ、ちょっと違うな。フリーコミューンだよね。だから俺が言ってるフリーコミューンっていうのを作るって言ってんだけど、俺がじいさんになる頃までに、その、日本に新しい考え方を持ったヒッピーの集団作るって言ってんだけど、簡単だよ。平安京作るって言ってんの、俺は。平安京。平安京じゃ、まあ、平安京だわな。日本なんか土地腐るほどあるからね。戸塚ひょっとスクール畑耕すんだよ、田舎の方で。でも北海道とかに開拓民とかそういう気持ちだったと思うよ、新しい国を作ろうって言って。だから食い物うまいんでしょ。だって北海道なんて冷静に考えてごらんよ。何にもないじゃん。寒いし。土地は荒れ果ててたらもうね。多分、その新しい国作るんだっつってさ、開拓してたんだと思うよ。だからあんなにうまいもんがあるんだよ。食い物がうまかったら幸せなはずじゃない？これ思うんだけど、その幸せって金持つことじゃないよって言ってるじゃん。で、金持つこともそうなんだけど、なんで そうじゃないってあえて言い張るのか。俺言っとくけど、ビジネスマンだったから金については普通の人よりも敏感に考えてきたつもりなの。金の大事さ分かってるの、誰よりも、普通の人よりはね。で、社長業っていうのがいかに尊いことかっていうのもすごい分かってるのよ。でもなんで、あえて放送で金じゃないよって、綺麗事じゃなくて言ってるかっていう、現実的に言ってるかっていうと、金って紙なんだよ。じゃあ、この紙っていう概念を捨てて、超うまいもん食って、超いい仲間たちと、ギタリストとか呼んで友達の、毎日どんちゃんどんちゃん騒いで歌って、うまい自分たちで作った酒飲んで、で、ああ、ここなんかちょっと、あれだなって、絵が欲しいなっつったら、絵描けるやつがブワーってアートして。最高じゃない？で、そこに住んでる綺麗な女と付き合って、空気吸って、うまい空気吸って。幸せってこういうことなんだよ。それを買う手段が金になっちゃってるのがおかしいっつってんの、俺は。現実的に言うと金で買えるんだよ、これは。今。でしょ？だけど本来は金なんかなくてもできるんだよ。俺らの心が貧しくなかったら。部屋に落書きできるの。
この真っ白な無機質な部屋を、ね、絵を塗れるの。だけどそこに金っていうフィルター、いや、違約金がとか。もうバカになってんのよ。どんだけ土地余ってんだよ。ね。日本で600万個の家、600万棟の家が余ってるんだよ。知ってるみんな。ホームレスがいるのに600万棟の家が、ま、誰も住んでない家があるんだよ。それで土地開発とかしてんのよ。バカでしょ。うん、もうだから、はっきり言うよ。あの、団塊の世代がバーって死んだら、もう土地の価格下がるから。はっきり言っとく。だから今から土地に投資するやつはダメ。土地に価値がなくなる。来ればいいじゃん。普通にしなよ、別に。ありがとうございます。うん、土地に価値がなくなる。俺らは広大な土地と、ね、先輩たちの金がドカって入るから。だから、不景気なんか気にしなくていいよ、みんな。働き手がないとか気にしなくていい。金がドカッと入ってきて仕事が足りなくなるから。土地もふんだんにあるから。その時俺が革命を起こしてあげるから。うん。若い世代には。先輩たちには、先輩たちに言うのは簡単。俺に託せと。うん。死ぬ時に。大丈夫、俺がいるからって。うん。引き継ぐから。だから家持ってないとか不安にならなくていい。金がないとか不安にならなくていい。うん。仕事がないとか不安にならなくていい。一気に日本変わるから。それを政治家が言わないダメなんだよ。うん。そう。未来が見えなくなってんだから。政治家なんていうものは未来を見せればいいの。うん。未来こうなるから、ちょっと耐えてくれって。今耐えるしかないんだから。でしょ？無理だよ。今の日本を良くしようなんて。うん。自然の流れを読み解かないと。今日本は辛抱の時だよね。うん、ハートプレゼントありがとう。モグタンバーガープレゼントありがとう。風船ありがとう。なんで若い人たちがさ、現実に興味なくなってるのかをもっと真剣に考えた方がいいよね。自分たちが作った子供を批判するぐらい愚かなことってなくない？うん、でしょ？自分たちの子供っていうのはさ、この世代っていうのは、親しか見ないんだよ。うん。だから鏡なんだよね。うん。そう。子供を批判するっていうのはどんだけ悲しい社会か。若い世代は諦め世代って言うけどな。いや、だからそれを作ったのは前の世代だから。だから無関心さがそういうことになってるんだよ。大人が作ったはずなのに、自分たちの子を否定するっていうのは最も愚かなことだと思うよ。自分たちの映し見でしょ。反面教師で育ってんだから。なんで若いやつ働かないんだって。お前らが働いてるからだわっていう。早う引退せえっていう。そう思わない。お前らが元気だからだわって。お前らが元気なうち日本回るんだよ。俺ら遊ぶんだよって。でしょ？本当に貧乏だったらさ、だってさ、俺らの子供の頃もそうだったけどさ、スマホなんて多分買ってもらえなかったと思うよ。こんな7万も8万もする機械。でしょ？最近の若い者はうんぬん太鼓の、そう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 。だから愚かな人たちがそういうこと言うのよ。でしょ？うん。そう。そうそう、なるようにしかなんないんだよ。ただね、思うのはね、俺らが回す社会は最高にクールでかっこいいと思うよ。引き継がれた時ね、バトンが。俺はすごい期待してるね。俺の世代にバトンが回ってきた時、多分超かっこいい日本ができると思う。
クールジャパンどころじゃねえよ多分。最近の20、30代の活躍してるオピニオンリーダー見ててもかっこいいもん。なんだろうこれ、なんだろう、わかんないっすね。日本のお経全然読んでないんで僕。勉強します。アスク FM に載せといてください、クワッツさん。そうそう、この中に Facebook やってて、和道にまだ Facebook 友達申請してない人いたら、今キャンペーンやってて、Facebook に力入れようとしてるんですよ僕自身が。なので Facebook やってる人いたらぜひ友達申請送ってください。なんかすげえ爆発的に、おおすごい、今開いた12人登録来てる。なんか爆発的に Facebook 今友達申請来てるんで、確かね Facebook って5000人までしか友達になれないんですよ。だから繋がっておきたいという人、ぜひ友達になってください。すげえ12人も来てるわ、久々開いたら。 Facebook 今後力入れてくんで、 Facebook やってる人はガンガン登録してください。すげえな、勝手にバズってるんだよね今。まあ、友達何人いるんだろう。お、56人に増えたね。なんか、Facebook の層って、放送見ない人が多いから、そこになんか新しい風吹かせたいんだよね。Twitter とのね、相性はいいんだけど、Facebook 民も取り入れていきたいなと思ってるから、ちょっと力貸してください。あとね、ネック治りました。ギターの。六角レンチで締めたら、治りました。無事。すごい抑えやすくなったんで。ありがとうございます。教えてくれた人。助かりました。突貫工事で直したけど。F、F、ちゃんと音出るようになった。ギターはいいね。やっぱね。かっこいいね。俺もギター買いたいな。ギターいいわ。なんかシンプルですごくいい楽器だよね。いや俺エレキ欲しいなと思ってるけどね、俺自身は。そう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 、それでなんか変わると思ってるかな俺は。歌詞はツイッターにあげましたね。歌詞できましたね、ツイッターに。できました。
アコギだったらオベーションがやっぱ一番弾きやすかったかな。オベーションは最初に触った時やばいと思った。これはやばいわ、みたいな。うん。オベーションいいっすね。やっぱでもエレキじゃん。うん。アコギとかフォークとか似合わないと思う、俺。オベーションいいよね。中古の楽器で6万ぐらいで売ってたからね。お金に余裕できたらなんか1個ぐらい欲しいよね。一生もので。オベーション嫌いっすか？僕オベーション好きですね。結構。あ、俺ね、俺がね、前持ってたのはジャガーだったんだよ。ジャガーっぽいでしょ。ジャガーとかムスタングっぽいでしょ、うん。でもね、俺は、今買おうとしてるのはレスポールだね、うん。レスポールの方が似合うと思うんだよね。フェンダーより。フェンダージャパンだったっけな、あれ。いやいや、そんな難しい話じゃなくて、ギター触ってる人なら、全然知ってる話だよ、これは。俺でも、見た目的に言ったらレスポールっぽいかなと思うけど。レスポールギブソンじゃないんだったら、フェンジャバのテレ、テレキャス？テレキャスとかまあ、うん、どうなんだろうな。なんかね、チョーキングしたいんだよね。スライドより。キュインキュイン言いたいよ。レスポールがいいかな。やるんだったらね。あ、ノンタン。お米をさ、マックスまでひねって、マックスまでひねって16分カウントして。16分。レスポールは吸引するとすぐチューニング来る。そこが可愛いんじゃん。うん、そこが好きだね。だ癖のあるギターがやっぱいいよ。だジャガーなんてさ、もうチューニング狂いまくりで本当イライラしたもん。ジャガーはすぐダメになるんだよね、ムスタングとか。なんか素直なギターあんま好きじゃないんだよね。素直なやつは可愛げがない、うん、癖のある人間が好きだし。ジャズマスターのブリッジは鬱陶しかった。ギザギザの多分ね、ジャズマスターと同じだったと思うよ。前にアコギやるって言ったら近所迷惑もあるって。引っ越したら欲しいっすね、アコギ。あ、でも今のギターノンタンギター持ってるから、うん、大丈夫っすね。それがノンタン話していい？ちょっと、うん、いや、今一番の悩み事が、のんたんの家族にご挨拶に行くんですよ。旅配信もあって、ちょっとね、生活保護、やめるのもあって、ちょっとこの家引き払って、のんたんの家にお世話になろうかなって思ってて、で、近々のんたんのご家族に会うんだけども、それがすげえプレッシャーだよね。すげえプレッシャー。あ、マジですか？ああ、それ大事にしますね。いや、スーツ着てった方がいいかなとかいろいろ考えてんだけどね。ちょっと不安ですね。ちょっと不安っすね。のんたんの家にお世話になるかもしれないっすね。おはよう、シェレン。さんまいなくなって寂しいでしょ、シェレンは。
時代が終わったね、また一つ。しかしまあ14年間放送やってるっていうのは狂ってるよな。ちゃんまんに言われたもん。ああ、ワードまだ3年なのか、つって。3年でも結構長い方だと思うけど、ちゃんまんにまだ3年かって言われたらね。そうっすね。うん。だから、のんたんにも言ったんだけど、仕事何やってんのとか聞かれても正直に答えるけど大丈夫って言って。俺嘘つくのできないから、生活保護のことも配信のことも言っちゃうけど大丈夫って。多分、ご家族あんまりよく思われないかもしれないよって。ただ嘘つくの嫌だからって言って。それで行こうって。おい、シェレンよ。バカだな。俺がよ、配信やめるわけねえだろうがよ。バカはバカだね、おい。その方が誠意伝わるかな。うん、まあでも嘘つくほど武器ね、嘘つけるほど器用じゃないから。いやまあ戻ってくるでしょ。うん、まあいつになるかわかんないけど、うん、いつになるかわかんないけど俺は戻ってくるって信じてるよ。うん、まあそれまでね、配信会温めておかないとと思って、ちゃんまんが戻って、ああそろそろ戻るかなっていうね、温めておかないとね、やっぱ後輩がね。だから、シェレンは、あれだよ。今、俺を育てる時だよ。うん。戻ってくるよ。うん。戻ってくるけど、ね、そこに、珍味団のね、リスナーさんを、どう温めておくのか、後輩たちに委ねられるわけだ。うん。でしょ？重たい荷物を置いていったよね。耳の肥えた重たいリスナーを置き去りにしたから、ね、参っちゃうよね。ちゃんまんと比べられたらね、たまったもんじゃねえよ、本当に。おっさんたちへこんでるだろうね。いや、だからおっさんたちに育てられたよね、今ね。新しいフォロワーさん、なおさん、ゆきさん、パインさん、フォローありがとう。いやー、ちょっと寂しさはあるよな、でもな。ちゃんまんがいないと。まあ、来年の春ぐらいには戻ってくんじゃないかな。どうなんだろう。まあ、半年ぐらいしたらね、うん、戻ってくるでしょ。ちゃんまんの居場所はね、ネットのサーバー上にしかないから。あ、文化遺産みたいなもんだからね。伝統芸能だからね、あれ。死ぬまでやってもらわないと困る。まあでも、あれじゃん、ゆいかさんも復活してるし。うん。まあね。うん。まあ、まあまあ。長いかんね。もうぶっちゃけた話、ちゃんまんのリスナーとかはさ、もうちゃんまんとさ、死ぬまでちゃんまん見ようって思ってる人たちばっかりじゃん。あ、もうこの人と一緒に生きてこうみたいなさ。だからちょっとした、まあ、あれだよ、長期休暇みたいなもんだよね。スーパーちゃんまんで。スーパーうなちゃんまんで戻ってくるの。ドラゴンボールみたいだな。あ、知ってる？ドラゴンボール今新刊出てんの。俺びっくりしたんだけど。ドラゴンボールスーパーって言って、鳥山明が書いてないドラゴンボール出てんの知ってる？あ、そうだよね。葬儀は配信だよね。うん。情熱大陸だからね。おい、びっくりしたよ。新しいストーリーで今、単行本出てんの。本屋行ったら。ええー、と思って。ちょっと買おうかなって迷ったもん。鳥山明原作で絵を描いてるのは違うんだけど。鳥山っぽい絵で描いてて。ちょっと違和感あるけど。鳥山明完コピみたいな人がいて。多分アシスタントとかだろうね。昔の。すげえよな。まだ稼ぐのかよ、みたいな。配信に人生？配信はやめる気ないけど、俺は配信者で終わりたくねえな。ごめんね。俺はね、やっぱね、なんだろうね。配信はやっぱツールだからさ。うん。でもまあなんだかんだね、もうやめらんないだろうな、俺は。まあ、パイセン吹けた。いや、みどりさんとか生で見たらびっくりするよ。マスク取った緑さんとか、
本当にみんな老けてる。ちゃんまんも白髪混じりでさ、もうみんな、みんなさ、要はさ、昔のハイライトのさ、昔のさ、5年前とか10年前の V のイメージじゃん。みんな老けてるよ。うん。だからあれじゃん、若い世代に期待じゃん。俺、この前のニコ生の対談見て、やっぱ野田とよっさんはすげえなと思ったよ。ひな壇に野田とよっさん座ってたけど、やっぱ面白かったね。うん。川崎洋平全然面白くなかったわ。ひろゆきと、ひろゆきの対談番組でさ、よっさんすごいいい仕事してたね。うまいわーと思って。わかってるわ。だからよっさんとか金梅さんとかがね、つないでるからね。うん。その、だから俺の、同い年の世代、関慎吾とか、一個上に鮫島さん、ティロフィナーレ、香川。で、川崎洋平でしょ？あと、俺とか。その辺なんだよな。うん。あ、第三世代ぐらいなんじゃないの？年齢的に言ったら。もっとトークで引きつける配信者みたいんだけど、なかなかいないんだよな。無理でしょ？うん。配信にそれ求めてんのが難しいって。無理無理。結局、トークって言うけど、情報量の引き出しの多さとか、その、このポカリスエットっていうものを話題にしたときに、これをどういう風に見るかじゃん。要は、どういう変わった視点でそれを語るのかっていうのを聞きたいわけじゃん。無理よ。それは若い子に期待してもダメ。うん。うん。お、桑田さん。いつもありがとうございます。おやすみなさい。また明日。レジェンド佐野だけどうか、うん。無理だよ、それは。逆に育てていく立場なんだって、もう。若い子。リスナーさんももう年食いすぎなんだから。うん。いつまで見てんのよ、配信。もうそんなの10代とか20代で卒業しないといけないの。ずーっとしがみついてんだから。30代、40代ばっかりじゃん。今のリスナー。3、4、50代。後輩育てなさいよ。ちゃんと。ほんとだよ。うん。やっぱリスナーさんの質によって配信者トーク閉まるからね。気合も入るし。まあ、サノイズムは継承したいなとは思ってるけど。いやー、期待しなくていい。期待しなくていい。うん。ダメダメ。いらない。期待いらない。俺は俺だから。うん。まあでも、サノイズムは継承したいと思ってるね。うん、やっぱり。好きな配信者だからね。いや、サノの匂いするよなっていう。節々に感じるでしょ。関節照明とかさ、こうヘッドホンつけたりさ、こういう機材でさ、あ、とかさ、もうちゃんまん意識してるなっていうのが、かわいいだろ。こいつちゃんまん系リス。あのね、言われたもん。好きな配信者とか憧れてる配信者はって言ったら、佐野ですね、とか、うなちゃんまんって言うと、えって言うもん。周りの配信者でよく言うの。誰目指してんのとか、誰好きなのとか言うじゃん。オフ会とか。オフレコでさ、カメラ回ってない時、うなって言うとね、みんなね、うなちゃんマン目指して配信やってんの和道さんぐらいですよって言われるもん。どこがいいんすかって。あー、ガキどもにはわかんねえよな。うん。ガキどもにはわかんないよ、ちゃんマンの良さは。だって、俺一番好きだもん、多分。配信者の中で、ちゃんマンのこと一番尊敬してんの俺なんじゃないの？うん。だって3万から入ってんだもん、配信。それは、似るっていうかね、ずっと見てるわけだから。でもなんか、あの人の生き方は好きだよ、俺。うん、まあ、ぶっちゃけた話、人間としてはクズだと思ってるけど、人間としては全然尊敬してないけど、でもかっこいいと思うし、配信者としては本当尊敬してるかな。うん。そこは変わんないよ、別に。なんだろう、配信者っていう、その、職業として見たら、抜群だよね。借金で店出すことがもうすげえよな。
だから俺もだから店配信やったじゃん、無借金で。あれはやっぱちゃんまい意識してるよね、やっぱ。俺だってできるんだよっていう。まあ、潰しちゃったけどね。あれを維持すんのがすごいよ。うん。店出すのはさ、ぶっちゃけた話、ちゃんまんぐらいの器量あったらさ、ポンって出す人いると思うんだけど、あれを維持すんのがすごいと思う。ほんと宣伝なしでさ、普通に満席だからね、毎日。普通にごった返してるからね、平日でも。まあみんなに愛されキャラだよな。本当にちゃんまんは愛されてると思う。うん。どっかでかっこよさがあるんだよ、多分。ダサかっこいいみたいなさ。俺はだからいつも言うんだけど、うなちゃんまんってどういう人って全く知らない人に言ったら、ああ、現代版の風天の虎ですよ。車虎次郎ですよ。だから虎さんって家族にいると厄介じゃん。嫌いじゃん。嫌じゃん。だけど、やっぱかっこいいんだよ。やっぱ愛されてるんだよ。うん、そう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 、車虎次郎。そう。本当に生きてる、今生きてる車虎次郎だと思ってる、俺は。うん、だから、立川の車虎次郎だよ。立川の、うん。あそこまでわがまま通せないかんね。どんだけわがままに生きてるか。かっこいいよ、やっぱ。男としてかっこいいよね。そうそう。大人としてはダメなんだけど、男としてはかっこいいんだよ。さて、BGM 戻します。なんだかんだ言って喋ってたら調子戻ってきたな。俺も配信者だな、おい。調子悪いわ、鬱だわ、とか言って、喋れねえわ、とか言ってたけど、なんだかんだ言ってね、1時間ぐらいね、コメントなくても喋れちゃうんだから。慣れたもんよ。配信酒場行ったことあるよ。行ってよ、俺パソコン壊されたんだから。お前よ、おいとか言って。お前よっつってパソコンバシャーンやられたんだから。ふざけんなよ、ほんとに。言ったことあるよ。できんだって言われたんだよ。ふざけんなよ、ほんとに。超ショックだったよ、俺。あ、3年間憧れてちゃんまんにさ、わざわざさ、なけなしの金で会いに行ってさ、パソコンぶっ壊されるんだよ。どんな人だよ、ほんとに。ろくでなしだと思ったわ、ほんと。人間のクズだよ、あの人。うん、こんばんは、桜いらっしゃい。初見さんいらっしゃい、ディナさん。コメントありがとう。面白かったらフォローして。うん、ねえ、ようやくね、そう壊れたパソコンでなんとか今も配信やってるけど、ようやくね、今、のんたんがパソコン新しいの貸してくれてるからなんとかなるけど。いやー、今でも使ってるよ。これはもうでもあれだな。もう、使わなくなっても飾っておくな、部屋に。ちゃんまんにぶっ壊されたパソコン。ね、ね。いや、スポンサーさんに怒られたよ、本当に。もう買いませんよ、って。うん。超ショックだったよ。買ってもらって1ヶ月でぶっ壊されたんだから。嫌になっちゃうよな。訴えればよかったな。ちゃんまんにパク、ね、器物破損で訴えればよかったわ。その方がネタになるわね。まあでも優しいおっちゃんだよね。気難しくて優しいおっちゃんって感じ。うん、国吉剛さんかな。国吉さんいらっしゃい。こんばんは。コメントありがとう。ワドです。面白かったらフォローしてください。まあね、早くね、ちゃんまんと対談できるぐらいになりたいよな。アクティブ1000人ぐらいいたら、もうワド来いよって言ってくれるでしょ。うん、あの人も配信者だから。数字持ってるやつには無限にしないから。おワド、ちょっと1時間ぐらいちょっとうち来いよって言ってくれるようになりたいよ、早く。可愛がってもらいたいよ。
料理配信でもすっかな、じゃあ。のんたん、ご飯16分まだ経たない？うん。YouTube で和道さんの配信でお化けが映ったのを見ました。見た？超怖くない？あれ。超怖くない？俺気づかなかったんだよ。生放送中。で、リスナーが大騒ぎしてて、映ったぞ、映ったぞって言って。あれでしょ？あの、外配信のやつでしょ？超、俺の配信よく映るんだよ。で、俺霊感全くないから気づかないの。リスナーさんに言われて超怖かったわ、あれ。ほんと自分の配信のタイムシフト見てサブイボ立ったの初めてだよ。新しいフォロワーさん紹介します。ニックンさんフォローありがとう。フォローありがとう。あれ怖いよな。あれはマジで怖かった。自分の配信であんなサブイボ立ったの初めてだよ。本当に。超怖え。もう二度と体験したくないけどね。やたらポルターガイストとか起こるんだよね。なんでなんだろうな。困っちゃうよね。っていうかさ、平日の朝4時にさ、100人近く集まると、お前ら仕事してんの？本当に。お前ら大丈夫か？働いてる？はっきり映ってるよね。やばいよ、幽霊もデジタル対応だからね。あれ怖いよね。ニックン、フォローありがとうね。見たい人いる？ URL 貼ろうか。その動画見る人いる？見たい人いる？URL 貼るよ。ちょっと待って。超怖えよ。30秒ぐらいの動画なんだけど。これだ。もし見たい人いたら。言っとくけど怖いかんね。あ、バーガープレゼントありがとう。これね。超怖えから。だってあれ、ツイッターで拡散されて10万再生ぐらいいったもんね。3日ぐらいで。10万再生ってすごくない？ツイッターの動画で。あ、びっくりしたよ。新しいフォロワーさん紹介します。ディナーさんフォローありがとう。すげえよな。石川のりゆきがネタにしてくれたからね。親子丼作ろうかなと思って、高い醤油買ってきた。500円ぐらいの。牡蠣醤油なんだけど、牡蠣醤油で作るとうまいらしいね。はい、ハチバーガーありがとう。牡蠣醤油。調味料は高いやつ買おうっていうね。ばあちゃんの教えだから、これは。調味料は高いやつ買えと。そしたら味が変わるから。意外とコスパいいから。調味料安いの使うから家庭料理がまずくなるんだって。お店みたいな味になるよって。お店はなんで調理、料理が美味しく感じるかっていうと、調味料に金かけてるからだよって。こればあちゃんの教えね。バーガープレゼントありがとう。のんたんのご飯作らないと。あ、でもよかった。調子戻ってきたわ。あと何分ぐらい？3にした。3にしてから16分だよ、また。やった？てか俺カバン何にしたっけな。できんのカバンボロボロだって笑われたもん会社で。島津さんカバンボロボロですよって。入社した時からボロボロだったんだけど今頃気づかれちゃって。
回5分後に枠閉じます。料理配信します。和道クッキングします。なんか小銭貯金を始めたんだけどさ、意外と金貯まってきたんだけど、なんかもう小銭をさ、バカバカさ、もう金貯まんねえから小銭詰め込んでるんだけど、結構貯まってきてるよ。ほら、これ小学生だったら大富豪でしょ。これファミコンソフトとか買えるんじゃないのこれ。よくない？あの、貯金箱買う金ないから、リステリンのさ、リステリンをさ、綺麗に磨いてやったんだけど、もう半分ぐらい溜まってきたよ。うん、貯金。これでいくらぐらいかな？ 500 円玉1枚も入ってないけど、100円玉結構入ってるかもね。これ多分人ぶん殴ったら多分、頭かち割れるぐらい重さあるよ。バカプレゼントありがとう。貯金してる。結構溜まってきました。重てぇ。地下鉄にライトついてるでしょうか？いや、その話題面白くなんないから。あ、そうそう、超面白い話あるんだ。あのね、これ最後のエンディングトークなんだけど、あの、のんたんが昨日か一昨日デートしたんだよ。デートっていうか、まあ、その、ほら、ギターのリハーサル行って、で、テレビ局から帰ってきて、で、ご飯食べに行こうつって、二人で電車乗ったの。そしたら、のんたん背すごい低いんだけど、なんか電車をこうやってずーっと見てんの、こうやって。で、なんだろう、なんだろうと思って。で、電車降りたら、急に、あのさ、東京の地下鉄ってあの、ガードがついてるんだよ。飛び込み禁止の、要は、鉄板みたいなガードがついてるんだけど、そこなんかよじ登ってこうやって覗いてんのよ。のんたんが電車降りたら。で、電車の中こうやって覗き込んでたら、アナウンスで、すいません！覗き込まないでください！はい、下がって下がって！おい！みたいな感じで店員さんにクソ怒られてんの、アナウンスで。もうホーム中にさ、響き渡って、のんたんが誰のことみたいになってて、お前だよ、お前みたいな。何やってんのつったら、んーとね、電車にライトついてるのかね、見てみたかったの、和田さんって言って、ダメだよつって。ダメだよつってさ、うん。のんたんは彼女ですね。はい。今、後ろにいますよ。はい。すげえ笑えたんだよな、あれ。アホなんだよね。超天然だからさ、興味持ったら何でも、なんか、よじ登ってんだよ、一人で。電車にライトついてるか見たいのとか言って。バカだなと思って。天才だよね。じゃあ、皆さんありがとうございました。一旦枠切って、料理枠開くんで、パソコン切り替えます。新しくフォローしてくれたフォロワーさん紹介して終わりにします。ディナーさんフォローありがとう。ニックンさんフォローありがとう。ナオさんフォローありがとう。ユキさんフォローありがとう。ファインさんフォローありがとう。みどりママさんフォローありがとう。マサヤンさんフォローありがとう。西山おかめさんフォローありがとう。ミクさんフォローありがとう。以上です。トリオツです。パフェありがとう。トモさんお疲れ。一旦切ります。ありがとうございます。Facebook とかね、Twitter とかやってます。YouTube もやってるんで、全部の SNS、いろいろ力入れてこうと思ってるんで、もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。Twitter フォロー、Facebook フォロー、あとね、質問サイトの AskFM っていう SNS もやってるんで、ぜひ質問がある方は AskFM も登録してください。あと何やってるかな？ YouTube のチャンネル登録もね、おかげさまで100名超えましたので、YouTube も引き続き頑張って500名目指していくので、もし YouTube アカウント持ってる人がいたら、僕の YouTube 登録してください。よろしくお願いします。あと、まあ、ふわっちも、毎日配信やってるんで、面白いなと思った方は、フォローしていただけると嬉しいです。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。